車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。はい、お願いします。お願いします。はい、今回紹介する車がこちら、じゃん、マイバッハの 680 S680 のブラバス、はい、そうです。こちらを紹介したいと思います。はい、まずいいですか。はい、怖え。なんかやっぱ黒の方が怖いイメージあるんですよ。うん、白、今回白なんですけど、うん、怖え。なんだろうね、なんかさ、はい、ロールスロイスとかと違ったまた雰囲気ってマイバッハあるじゃない。あります。で、ノーマルだったら、はい、あのワンちゃん、あのすごくお金を持ってる、うん、裕福な方なのかなっていう感じしますけど、はい、なんでしょう、このブラバスにした途端に醸し出るこの不良感。もう言っちゃうんですけど、やっぱ僕らの中でも伝説になってるブラバスG800 日本1号車、うん、で、それを船で、ブラバスの船で来たという、あの伝説の男の、あの足、それ言っていいの？言っていいでしょ。結構反響ありましたもんね。あれはありました。1号車で、だって今でこそブラバスのゲレンデって多いですけど、 その当時1号車で、はい、もうやりきって800馬力までしてっていう、はい、だからいろんな取材も受けたんで、おそらく知ってる方も多いと思いますけど、はい、その方の足はい、で、なおかつこの組み合わせも日本1号車なんですよね。はい、そうです。なんで、この前そのみんなで行ったブラバスのシグネチャーナイト、うん、で、僕がもともとマイバッハめっちゃ好きなんですよ。だから前方もロリンザ全部組まさせていただいたりとか、めちゃくちゃマイバッハが好きで、お客さんにブラバスで本国から写真送って、どうすかどうすかって送ったら、かっこいいねとかじゃなくて、車これ買っといてって情報が来たんですよカーセンサーの、うん、これ買っといて、ブラバス頼んどいてよろしくっていうラインが来てだからドイツから大阪に連絡して、これちょっと行販で買っといてくださいって言って買って、で、本国で、あ、これあのフルキット全部一覧目お願いしますって言って帰ってきたんです。なんかこうアマゾンで日用品買うぐらいの感覚でなんか物のやり取りがされてますけど、もう夜絶対お客さんボンドのストックリスト絶対チェックする。あ、そうなんだ。ありがとうございます。はい、もうありがとうございますで、それを見ながら、あ、これいいなっていうのがあったらパーンって飛ばしてきて、あ、そうなんだ、これどうって、これはやめた方がいいんじゃないですか、これいいっすねみたいな感じで、じゃあもう次の日には注文書が出来上がってるみたいな、もう信じられないぐらいのスピード感でやり取りがあるお客様ということで、はいはい、そうです。で、今回は全部ブラバスでやりきってるんですね。もう全部ブラバスです。もう基本的にラインナップされてるもの、外装パーツ全部つけてるという形で、まずあの、はい、680をあんまり見る機会ない。マイバッハもそんなにこうセダンは、そうですね、223になってから、だから、Z223 だったかな、型でいうと、うんうん、そう、Z223 になってからやっぱ街中でもあんま見ないんですよ。あの GLS の方は、あの、そうですね、時々あっちの方がまだ見るかなって感じ。セダンは結構少ないですよね。で、その中でじゃあ680ってすっごい珍しいんで、ロングで、ロングで、しかも12でということで、12気筒です。激レア車、もうエンジンかかる音がすごいもう好きです。独特な音がする、はい、なのであんまり見ない車なんで、うん、見慣れないんですけど、ね、マイバッハのグリル、はい、グリルに変わってて、そして特徴的な毎回、はい、そうですよね、シリーズ、そう、このメッキのグリルがついて、メッキのグリルがついて、はい、この辺が特徴になってくるの、はい、このメッキが、ね、メッキがいいって言ってるのに、ちょうどさっき LINE でブラックアウトしようって攻防グリルを、いや、もう絶対メッキですメッキ派です私、はい、で、なんとかもう今回はシャーなしでメッキでええわってありがとうございますそして、はい、ブラバスのパーツで、そう、ここがまず、はい、カーボンのこのアドオンパーツが上にこうついて、純正バンパーにオンしてる感じですね。そうです、そうです、はい、で、あとこのフロントリップ、リップもついてる。ちなみにあのアドオンパーツとフロントリップがまあ別々のパーツなんですけど、うん、何倍やっけ、すごかったっすよ。3桁万円、3桁万円、はあ。フロントリップが110万円ぐらいで、アドオンが120-130いってた。すごい。この2つだけで、ね、250万ぐらいびっくりしました。ブラバスのカーボンパーツ高いんだよね。高いです。でもクオリティはやっぱすごいです。あのフィッティングがもうとにかくめちゃくちゃいい、はいはい、最近あの正直なところでいくと、はい、あの海外製のコピー商品なんかも出回ってるじゃないですか。ただ僕ら見ると分かりますよね。分かります、分かります。もうフィッティングは悪いし、はい、もうカーボンの目もこう曲がっちゃってたりだとか、そう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 、まあ、あとはその表面もやっぱりもうウェットでコピーしてるやつなんかも全然もう違うし、うん、もうだからあのこの前もね、もう名前出しちゃうんですけど、ゲレンデのフルコピーの車がちょっと作業で入ったんですよ。やっぱちょっと見るじゃないですか。あ
って感じですね。なるほど。だからもうこの前そのシグネチャーナイトの時にもやっぱその話はちょっとコピー品がって言って、やっぱり僕たちも困ってるんだってブラバスも言ってましたし、でやっぱりまあそのね、某国ですごい作られてるんですけど、やっぱりそこはどんどん規制が厳しくなっていって、その、まあ、作ってる会社の社長が捕まって、で払えないような保釈金で捕まるんでもう出てこれない。なるほど、なるほど。でちょっとずつはその生産を止めようとはしてるんですけど、やっぱりもうあの手この手を使ってくるんで、やっぱりもうそこで言うと、もう僕らやっぱつける側からすると、もうそんなコピーなんてって思いますし、やっぱ、ね、本国であれだけしっかり作ってるのを見てきたんで、まあ、あとそのやっぱり車の部品なんで、はい、安全に関わるかなっていう、いや、そうそうそう、そんな適当なコピー品つけて途中で外れましたとか、うんうん、じゃあフロントリップなんで外れました、自分で踏みました、パンクしました、もう大事じゃないですか。確かに、まあ、あとは飛んでって歩行者に当たったとか、そうそうそう、当然そのコピー品だと取り付けもこう適当にやられてるケースもあるんで、やっぱりそこはしっかりしたもので、特にこの辺本物も分かる方が乗ってるわけじゃないですか。ぜひ、はい、もうもちろん高いんですけど、しっかりしたものをやっぱり選んでいただいた方がいいかなという、はい、たまには真面目な話もしました。真面目な話、はいはい、そして続けていくと、はい、これボンネットのラインがこう、そうですね、ここが、はい、マイバッハの特徴で、で、あのマイバッハのこのマーク、まあマークというかベンツのマークやったんですけど、ここがもう B マーク取ってこのダブル B にしちゃうっていうのは、いや、やっぱりブラバス、まあ、もちろんブラバスなんですけど、結構ガラッと変わるところだ。そうですね、やっぱりここが、これがつくと急に不良感出る気はする、うんうん、出る出る、すごく出る、はいはい、というわけでこんな感じの前回りになってると、はい、そうです。そして早速横に回ってきてもいいでしょうか、はい、もうここまで来たら、はい、もうブラバスのホイールで、そうですね、ホイールは今回モノブロック M のプラチナムエディション、はい、最近これめちゃくちゃ増えてるよね。そうで、あのお客さんとも攻防しました。僕はこれがつけたい、でお客さんはもう社外のアメタンとかの、うんうんうん、もう22インチとか入れたい、うんうん、社長もうマイバッハでブラバスやったら絶対これじゃあ言って、じゃあ今回は乗ったるわ言ってこれつけさせてもらってアメタンも一つの手だと思うんですけど、はい、そうですね、今回このブラバスのモノブロック M にしたことによって、はいはい、あの怖さが倍増してます。そうそうそう、やっぱりこっちの方がザ不良感が、うん、今でさえディッシュ流行ってきましたけど、やっぱりブラバスの、ね、このディッシュはちょっと、うん、すっごいね硬派な感じするんだよ。そう、うん、もうだからあのお客さんとも毎回攻防するんですよ。だから今までフルマンソリーのドーンも1221入れましたし、ゴーストのフルマンソリーも1221だったんですよ。毎回そのチューナー系エアロにアメタンっていうのが僕もすごい好きな仕様なんで、もういつもそれでさせていただいてるんですけど、おしゃれな感じするしね、はい、今回はこれじゃあめちゃめちゃ硬派な風の感じで、しかもフィニッシュもあのスモークかけたりとか、はい、そう、あの黒く塗っちゃったりとかじゃなく、はい、割ともうスタンダードとも言うべきこのそうですねポリッシュと黒の、はい、天面ポリッシュでサイド、はい、クロスバイカラーのこちらのホイール、はい、だから本当にコンプリートカーみたいな、あ、もうそれを目指したんですよ。ブラバスデイズで見たまんまを作りたくて、だってでローダウンは、あ、ローダウンはあのロアリングで、なるほど、はい、結構いい感じ、結構下がってますね。まあでもベタベタまではいかないなっていう、確かに、またこれもベタベタにしちゃうと、はい、若者感というか改造車感、そう、だからベタベタで行くんだったら22インチのアメタンなんですよ、うん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 、でもこの車高だからこそブラバスのモノブロック M21 インチで、あのくどいようなんですけど、はい、怖え本当に怖い、絶妙なさじ加減がね怖いのよ。もうで、あの、ね、僕も土も会ったことあるんですけど、やっぱりオーナーさんが乗ってるのを想像すると、うん、怖えちょっとあの知らなかったら絶対こう車間距離を空けるタイプの、うん、そうですね、はい、もうあの一回街中で前に乗ってたあのゴーストのフルマン、あのもう真っ黒のゴースト1221入れて、うちの近所バーって走ってるのを僕歩いてて見たんですよ。知らない人だと本当に見ちゃダメな車ですあの黒いゲームも言ってますけど、あくまでイメージの話ですからね、イメージです、はいはい、それぐらいすごいマッチしてるんですオーナーさん の、はい、そうですね、あのカラーに硬派な感じが、そうです、はい、こんな感じになってる。そしてあと細かいところで言うとこの辺なんかも、ここがねあの V12 ってエンブレムがついてる、うんうん、あ、そっか、 そうそれ取るって贅沢だね。そうだからそれをV12 をこうやってヘコヘコ外して あえてこのブラバスに変えるっていうのが、しかもさ、それサイズが絶妙じゃない。そう、このあの遠くで見ると分かんない、分かんない、なんかついてんなぐらいの、これがもうすごい好きです。で横から見ると皆さんお分かりだと思うんですけど、このバカでかいボディに、ね、このちっちゃい、そう、このちっ
ちゃいこのブラバスがいいんですよ。あの高級時計 の, そのショーケースの中とかって、はい、もう見えないぐらいのこうプラスタグついてるのピアスのそうああいう感じ。そうなんかバンクリのこれがなんか色が違うくてみんな、ちょっとケース出してもらっていいですかみたいな。だから高くなればなるほどなんか値札がちっちゃいみたいな。そんな感じのサージ加減の、はい、これぐらいがもうすごい好きです。あとはやっぱり横もメッキパーツがやっぱり目立ちますよね。だからこのメッキに合わせてこのホイールを選んだんですけど、お客さんはブラックアウトしたいブラックアウトしたいっていうで、僕の好きなマイバッハポイントがもうこのドア、このドア、これがすごい好き。あ、こうなってないんだね。そう、長い、20センチぐらい長い理由なんですよね、ここが。これちょっと中後で見てもらいますけど、はい、長いからもう広いのよね、はい、すごい。そう、あのもうね、ちなみにちょっとまあこぼれ話なんですけど、そのオーナーさんが見る前にちょっと従業員さんが書類持ってきてくださったんですよ。その時に従業員さん先に座りましたから、社長より先に座りました。大丈夫、チクっちゃって大丈夫。すげえ広いって言ってこの前その話電話でしてたんで、はい、そんなとんでもドア。そうです。そしてリアも同じく、はい、リアはあのフロントよりちょっと太い 10.5 で、うんうん、はい、でタイヤも当然太いタイプ。そうです、はい、結構パンパンですね、やっぱりチューナーだから。でもあのもうツラツラというか本当紙ちょっとで、はい、これもスペーサーで調整なんですよね、あのブラバスとか。あのチューナーって基本的にそうですよね。そう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 、はい、そうなんですけど、やっぱり専用というよりは1個のデザインでこう何車種も対応して、はい、こんな感じのセッティングになってます、はい、そして後ろは、はい、リア周りがあのね、はい、後ろのねこれがやばいんだよね。もうブラバスといえばこれなんですよ。もっとなんか小ぶりで来るんかなと思いきや、うんうん、このいかつさ満点のこのスポイラー、はい、冷静に考えたら多分マイバッハのそのキャラクターとこの、 このシルエットにちょっとアンバランスかなと思うぐらいのこのサイズ感とこの出具合、はい、そうそうそう、ここのしかも2段階で出さなくていいでしょうって多分思うかもしれないですけど、これ走ってる時の絵がもう絶対純正じゃないウィングがついてるのがめちゃくちゃ不良な感じがする。そうだからもうこの、いや今回あえて僕剥がそうかなと思ったんですけど、マイバッハのエンブレム残してるんですよ、あえて。確かに真後ろから見たらその長さ分かんないですからね。そうそうそう、だからそのマイバッハもあえて残して、でセンターはもちろん B マークで、あの S680 の贅沢なエンブレムを剥がしてブラバスに。いいね、はい、でこれあの本物と偽物でこうフォントもちょっと微妙に違ったりするんですよね。はい、偽物の方がちょっとねカクってなってるんですよ。あの僕ら見てるか分かっちゃうんですよね。そうそうそう、だからもうあのブラバスコンプリートみたいな感じでやっぱ、まあ、乗られてる車とか結構街中とかでコインパーキングとか止まってるんですよ。でパッて見たら、あ、これやってんなって。それからゲレンデがやっぱ多いです。あのレーダーセーフティーのブラバス見るともう即は、はい、偽物みたいな。あと YouTube の動画とかも最近その偽物を本物かのように紹介してる動画とか結構あるのよ。だそれも分かっちゃうんで、分かってますよ、はい、そして下側、はい、下側はあの逆に純正のカーボンパッケージ、はい、まあ、もちろんマイバッハだからそれ存 在、はいはい、存在しないと思うんですけど、はい、なんか純正って言っても差し支えないぐらいの。そうなんですよ。でもこのやっぱ特徴的なこのマフラーカッター、確かに、はい、でもデザインすごくよくできてて、そうそうそう、ここに真ん中にブラバス、これちゃんと彫ってあるんですよね。他のあのクーペモデルとかと違う、やっぱり、はい、クーペモデルとかって結構こう、アグレッシブなエンドにしますけど、結構あの前のあのゴースト、健康ゴーストのブラバスもそうですし、うんうんうん、もうアクラポみたいな感じのいかついカーボンテールとかなんですけど、やっぱマイバッハはそこをあえて、確かに、そう、だからもうお客さんとのこう攻防で負けてブラックアウトしましょうってなったら、これは塗ろうかなって感じ。あ、なるほど。そうそうそう、こんな感じの、はい、ここにもロゴが刻印が入ってる、はい、こんな感じのマフラーだと思います、はい、あのもうねこれもねすっげー高かった。あ、そうなんだ、やっぱり200は超えてます。本当にこのディフューザーで200超えてます。すげー、びっくりした。はあ、はい、そんな超高級リアディフューザーがついてると、ちょっとこれはうっかり当てれないやつです、はい、こんな感じのリアビューになっております。そうです。じゃあ続いて内装を、はい、内装も少し触ってあるということで、はい、はい、見てみましょう。内装がこんな感じで、知ってます、これ高いやつです。はい、でもなんかゲレンデよりは安かったです。あ、そうなんだ、はい、65万円ぐらい。安くない、なんでこれがアンビエントライトの色に合わせて色が連動して、そう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 、でこのブラバスの文字が入ってる、こちらのスカーフプレート、はい、あ、面積もだからちっちゃいのか、多分ちょっとちっちゃいですね。そしてあとはペダルも、そう、ペダルもブラバスに変えて、いいよね。であと定番のドアロックピン
って言いたいとこなんですけど、ドアロックピンがないんですよね。あ、そうか、マイバッハは。はい、というわけでこんな感じの、はい、だから一応内装は、はい、そう、このさ、ナビとかさ、あとメーターも違うんだよね。そう、マイバッハはもうなんかマイバッハモノグラムみたいなのが、そう、はい、ビトンみたいな感じのこんな感じのフロントになってる、はい、そしてここだけじゃないんですよ。はい、680ロングということで、はい、この長い長いバカデカドアを開けると、はい、もう笑っちゃうね、広すぎて。そう、だからマイバッハがこの岡が一番好きなのがこれですね。後ろ乗らないですけど、この無駄な広さが、だってこれさっき紹介したスカフプレートもフロントより長いんですよ、はい、すごい長い。普通リアの方が短いじゃん。そう、フロントより長いの、はい、でマットに至ってもフロントより長いの、はい、そう普通ね、マットってフロント運転席が一番長いんですけど、これすごいね。そう、でもやっぱりまあ本国はね、全部張り替えちゃうじゃないですか。あれもあれでかっこいいなと思います。でも純正でも十分かっこいい、うん、最近知ったんですけど、うん、ロールスって閉めるときは自動ドアじゃないですか、うん、マイバッハって開けるのも自動なんですよ。あ、そうなんだ。そう、だからここにね、ここにあのあれがあるんですよ。あの、え、そこポチッと押すと開けたり閉めたりできる。あ、そうなんだ。ちょっとじゃあちょっと失礼しますね。秘書の次に、はい、秘書秘書のオーナーさん乗ってないでしょ。だって乗ってないです、乗ってないです、まだ見たことないです。すいません、ちょっとお先に、はいはい、マイバッハはここでこうやって閉まります。すげえ。で、もう一個すごいのが開くんです。ロールスは閉まるだけだよね。そう、開くのはないんですよ、ロールスは。そうなんだ。現行ゴーストは内側のドアノブを引いて、うん、引き続けたらシューって開くんですよ、うん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 、でもマイバッハはここのボタンだけで開け閉めできると、こうやって閉めれて、はい、で、まあ外がちょっと誰もいないかどうかっていうのは確認しないといけないんですけど、これでこうやると開くんです。なるほど、はい。で、今当然のように後ろに乗って説明しますけど、ちゃんとオーナー様から許可を得て、はい、やってますんで、はいはい、ディスリコメントをお控えくださいませ。ちゃんと、はいはい、あの靴も脱いでます。こんな感じになってます、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、ちょっと僕から総評いいですか。はい、あのブラバス、やっぱりメルセデスを改造させたら、はい、まあ、今回マイバッハですけど、うんうん、メルセデスブランドを改造させたらもう天才、うん、いや、もうやっぱりブラバス、なんだろうね、他のメーカーのさ、そのいろんなパス出てるじゃん、はいはい、ないよね、この雰囲気。そう、なんかあのゴリゴリにイカつくしたいとか、うん、でもなんかトータルのまとまりで見るとやっぱりなんかブラバスってそういうところが、はい、だってこうやって見るとサイドスカート欲しいなとか思うかもですけど、逆にこの子見たら、あ、別にいいんじゃないかって思ったりしますし、ちょっとこれが動画でどこまで伝わってるか分かんないですけど、はい、もうこの実写の雰囲気、はい、もう機会がもうそうそう多分ないと思うんですけど、はい、見る機会があれば、はい、ぜひお届けしたいぐらいのクオリティに仕上がってると。もう本当にあの、もうやっぱ僕が個人的にマイバッハが好きなんで、やっぱりこうやっていろんなカスタムしていくの楽しいんですけど、やっぱりブラバスってもうなんかちょっと特別なのはあります、うんうん。でも、はい、今年本社にも行ってきて、はい、めちゃくちゃ詳しい岡君ですから、ぜひブラバスのカスタマイズも、はい、ボンド大阪岡店長にご相談ください。こちらまで、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it.